1> 第1号型総海艇は日本海軍の総海艇。同系艇4隻。海軍省が定めた艦艇類別等級別表では第1号総海艇から第6号総海艇までを第1号型として分類している。日本海軍での初めて専用に設計された総海艇。それまでは老朽化した駆逐艦を総海艇に当てていた。 1920年の88艦隊案で6隻の建造が予定されていたが3隻機構の時点でワシントン軍縮条約が締結され残り3隻は一旦機構を中止1923年度に改めて予算を獲得し残りの3隻が建造された最後の2隻は若干設計が改められ第5号型総改定として竣工した 日本海軍では、総海艇に対して艦隊に随伴して、全路を総海する任務を想定しており、敵艦との遭遇を考えた国の総海艇より、兵装が強力だった。また機雷も搭載でき、より多目的な艦で、艦型も小型の駆逐艦の様子を呈していた。竣工後の変遷は、竣工時には、第一煙突と第二煙突の高さは、 同じだったが直後に第一煙突の高さを延長した。ともつる事件の後は本型も改善工事を受けている。九百三十八年頃に八センチメートル広角砲は撤去され、同じ頃一番砲に盾が装備された。太平洋戦争には四隻とも参加、総会のほか、戦団護衛の任務にも従事した。対戦後半になり、機銃の造備等を実施する。 1> 第1号の例では一番砲を撤去し2 5ト、mm、ル、連装機銃1基を装備、同単装機銃3丁を増備、13号電炭を環境トップに装備、爆雷投下機場の設置などの改装がなされている。第4号には22号電炭が装備されたと推定される。本型4隻のうち対戦中に3隻が沈没、第4号のみがシンガポールで残存した。 ありがとうございます。